皆さんこんにちは、Kです。今日はね、何をしていくかと言いますと、こちらの綿菓子を食べていこうと思いますっていうレビュー動画じゃなくて、この綿菓子を使ってね、料理を作っていきます。綿菓子で料理って思ったでしょ。そう、これを使ってね、できる料理があるんです。じゃあ早速ね、始めていきましょう。レッツクッキング。はい、ということで今回使っていく食材がこちら。牛肉、焼き豆腐、椎茸、ネギと綿菓子。あとね、調味料は醤油とみりんを使います。この材料を見てなんとなくピンときた人もいるんじゃないですか。そう、今日はね、メスティンでね、綿菓子を使ったすき焼きを作っていくんです。その名も綿菓子すき焼き。じゃあ早速始めていきましょうか。はい、じゃあまずネギから切っていこう。すき焼きのネギは大きめが美味しいからね。どうしようかな。ちょっとじゃあね、斜め切りでいきます。こんな感じ。じゃあ切った材料はね、もうそのままメスティンの方に入れていきましょうか。ネギは端の方に寄せて、こんな感じかな。続いて椎茸。じゃあ今回椎茸はこの傘の部分だけ使うので、この元の部分はね、取り除いちゃいましょう。じゃあこちらの椎茸、せっかくだし飾り切りでもしてみましょうか。まずはこうやって縦に入れて、ここを外す。したら向き変えて、こっちも同じようにここからここまで、端から端まで。こういう感じ。中心のちょっと横からナイフ入れて、向き変えて、またその中心のちょっと横からナイフ入れて、こんな感じね。じゃあもう一個、また別の飾り切りね。中心に線を入れて、対象になる方をどっちか選んでもらって、こことこことか、こことこことかね、ここから横に入れて、あとは中心から外に向かってペロペロっと。ちょっと崩れちゃったけど、こんな感じでできるんだよね。はい、じゃあこんな感じでできました。こうやってやると見た目綺麗になりますよね。じゃあこの椎茸ももうメスティンの方にね、入れちゃいましょうか。よし、オッケー。じゃあ今度焼き豆腐。この焼き豆腐ね、もう切れてるみたいなんで、水抜いてそのまま使っちゃいましょう。じゃあこの焼き豆腐もメスティンにゴー。よし、オッケー。じゃあ今日はね、調味料もダイレクトにいっちゃおう。まず醤油と、醤油と同じ分量ぐらいのみりんね。はい、じゃあここで登場、綿菓子。開けていこう。いや、綿菓子なんて何年ぶりだろう。うわこれをね、乗っけちゃう。なんだこれもっと軽くて小さい感じだと思ったけど、結構あるから4つもいらないかな。2つだけにしよう。うわ、
何これ。ちょっとこぼれないようにね、周りだけ固めとこう。危ないからね。じゃあね、ここの上に牛肉を乗せていこう。乗るのか。乗るな。いけた。もうパッと見何か分かんないよねこれ。こんな感じ。じゃあこれをね、このまま火にかけていこう。よし、じゃあ炭もいい感じになってきたんで網を置いていこう。よし、 OK。 じゃあ乗せていきます。うりゃ。さあうまくいくかな。あとじっくり待ちましょう。グツグツいってきた。うまそう。はい、こんな感じで全部溶けちゃいました。元が綿菓子だったと思えないぐらいいい匂い。早速こちらを食べていこう。はい、ということで完成しました。いただきます。楽しみだね。じゃあまず何もつけずにこのまま食べてみよう。牛肉とネギ一緒に。うまっ。なんか気のせいかもしれないけど甘みがすごいマイルド。じゃあこの飾り切りした椎茸も食べてみよう。見た目も可愛いしね。どうかな。椎茸の旨味やべえ。うまっ。卵にくぐらせていただきます。うん、うめえ。じゃあ次はこの豆腐も食べてみようかな。めっちゃ染みてる。いいね。ちょっとくぐらせてね。いただきます。うん、あ、うまっ。味も染みてるし、ふわふわでうまい。とろける。最高。はい、ということでごちそうさまでした。今回はね、綿菓子を使ってすき焼きを作ってみましたけど、見た目のインパクトもすごいけどね、これ全然美味しいね。作り方もシンプルで簡単だし、味もすごいまろやかな甘みがあってね、椎茸からもね、旨味がすっごい出てたから、椎茸も絶対入れた方がいいと思う。この綿菓子すき焼きね、友達とか家族でやった時に、すごい盛り上がると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。今回の綿菓子すき焼き、インパクトすげえな。試してみようかなと思った方は、高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、よろしくお願いします。それでは皆さん良い一日を。バイバイ。